お疲れ様でーす。ポンです。いつもグッドボタンにコメントたくさんありがとうございます。嬉しい嬉しいです。はい。それで今日のどうでもいいプライベートの話なんですが、4、5ヶ月前にね、話したことあるんですけどね、自分らの友達の元嫁、元池田組のね、人間をかばって、懲役7年、勤めた女なんですけどね。その子が懲役帰ってきて、自分らに連絡してきてね。まあ、会いに行った話を、4、5ヶ月前にしてるんですよ。その、女の人の、元旦那さんからね、昨日電話あって、ちょっと飯一緒に食べませんかと。ちょっと話したいことがあると。それでね、体調の悪いまっちゃんを誘って、行ったんですよ、二人で。それでその、友達ね、自分の友達、その友達が来て、それで話を聞いたらね、その元嫁が今ある男と一緒にね生活してるんですよ。そのある男っていうのが自分らの知り合いなんですよ。その自分らの友達、元旦那ですね、その人間も知ってる人間なんですよ。その今一緒におるのは、これってね、自分らの中では結構ルール違反なんですよ。人の女、元にしてもね、人の女、付き合いのある人間、友達、知り合い、これは言ったらダメなんですよ。結構ね、自分らの中ではそれは良くないよと、それはしたらあかんことやと、まっちゃんですらそれは分かってるんですよ。女好きのまっちゃんでもそれはしたらあかんと、それは言うんですよ。それでその元嫁ね、元嫁がね、子供らの友達の親、ママ友ですね、お金を借りに行ってるんですよ。5万円とかね、3万円とか、いろんなとこに行ってるんですよ。それでもちろん返さないんですよね、お金を。そしたら、いや実はこんなん言いたくないんだけどって言ってね、その元旦那さんのとこに言いに来られたわけなんですよ。それで何々ちゃんのお母さんも貸してる、何々さんのとこの誰々も貸してるとかね、結構被害者がいてるんですよ。それで極めつけがね、その友達の兄貴分、元ね、その友達も不良してたから、その兄貴分ね、今一緒にリフォーム会社やってるんですよ。その兄貴分にもその元旦那に内緒でお金貸してくれと、家へ追い出されるんやと、刑務所帰ってきたばっかりでお金がないんやと、そう言ってね、50万円振り込ませてるんですよ、内緒で。それでママ友にお金を引っ張ってると、その元嫁がね、兄貴分に相談したらしいんですよ。そしたら兄貴分が、俺も実はなと、金貸してるんやと、そこで分かったんですよ。それでいろいろ調べたらね、今一緒におる男が知り合いなんですよ。それでね、友達は今どの男取ろうと何しようと構わへんと、自由にしてくれたらいいんやと。でも兄貴分とかね、そのママ友とか、そういうとこに迷惑をかけてくれるなと、それはやめてほしいと。でも自分が言ったらね、やきもち焼いてると思われると、その今の男にね、その今の男が生かしてるんですよ、お金を引っ張りに。自分らの想像ではね。それでその元嫁の今の男のね、関係者に仲がいい人間がいてるんですよ。自分の結構電話とかでも喋る友達がいてるんですよ。その人間から言わせてくれへんかと、その元旦那の周りの人間から金引っ張ったり迷惑かけるようなことするなと、それをその共通の知り合いを通じて言ってくれへんかと、じゃあ電話するわってことで自分が電話かけたんですよ、今の男と共通の人間にね。それで今丸々と一緒にいてるらしいんだと、誰々は。そしたら、ああそうみたいですねと。それでまあお金のことを全部説明したんですよ。それで今後そんなことはないようにしてくれと、二度とママ友とかその元旦那ね、自分らの友達、その周りにお金を借りに行くようなことはささんといてくれと、それを今の男に言っといてくれと、そう言ったんですよ。
そしたら、わかりました。言うときます、みたいな感じでね、軽くまあ言ってたんですよ。それでね、自分も、まあ余計なことっていうかね、言わんでもいいことをね、まあ言ってしまったんですよ。その時に、ポンチューじゃあるまい。あっちの女、こっちの女。まるでポンチューの世界やの、お前ら、っつって。それも、机くわいて、言うといたいと。まあそんな風に言ったんですよ。それで電話切ってからね、2、30分してから、知らない番号から電話かかってきたんですよ。それで、その今の男からクレームの電話やなと、そのポンチューうんぬんのね、ことでクレームの電話を入れてきたんか、もしくは謝りの電話を入れてきたんか、どっちかやなと、そう思って電話取ったんですよ。そしたらいきなり、てめえこの野郎っつって、誰がポンチューだよっつって、まあこういう電話が入ったんですよ。それで自分も売り言葉に買い言葉で、何これっつって、わらぽんじゅう違うんだこれっつって、そしたらね、てめえ誰に言ってんだよっつって、まあそういうふうに言うから、そらせやろと、知り合いの女に平気で乗るような男、ぽんじゅう以外にどこにおるんやと、我ももともと不良してたんやろと、不良しててプライドないんかと、知り合いの元女房、それを平気で自分の女にして、その周りに金引っ張り出して、恥ずかしないんかと。元不良せで恥ずかしないんかと。プライドないんかと。そしたらね、てめえらに関係あるのかよと。俺と〇〇といてて、てめえらに迷惑かけたのかよって。まあこう言うてくるからね、迷惑かかってるやんけど。実際に、俺の仲間、〇〇、〇〇が金立て替えて払ってるやないかいと、悔しかったらその金今すぐ持ってこいこらっつって、それでその友達にね、いくら立て替えてるんやと、そう聞いたら全部で90万ぐらい立て替えてるんですよ。それで90万やと、90万今すぐ持ってこいこらっつって、まあそう言ったんですよ。そしたら、おう、じゃあ今から持って行ってやるよっつって、まあそうなってね、ファミリーですらジョナさんでね、待ち合わせしたんですよ。それで自分もまっちゃんも、その友達もね、三人で行ったんですよ。ジョナさんに。それでね、30分までと、1時間までと、来ないんですよ。それで1時間過ぎた時に、電話かけたんですよ。かかってきた番号にね。そしたら、電源切れてるんですよ。何回かけても。それで、共通の友達、最初にかけたね、共通の友達に、電話かけたんですよ。出ないんですよ。結局、板挟みになってしまって、しんどくなってるんですよ。その共通の友達はね。それでずっと待ってたんですけど、来ないんですよ。結局ね、2時半まで待ってたんですけど、来なかったから、もう帰ろうと。バカバカしいと。そう言ってね、もう引き上げて帰ったんですよ。そしたら今日ね、知り合い、電話かけた知り合いじゃないですよ。共通の知り合いじゃないですよ。全く別の人。その人から、自分のところに電話が入ったんですよ。それで、ポンちゃんもあまりいじめやんといたってくれと。本人は社会に溶け込もうとして、今一生懸命頑張ってるんやと。いきなり90万持ってこいとか、どうすんねんと、けじめつきやんかいとか、もうそういうこと言わんといたってくれと。まあそういうふうに言われたんですよ。それで、いや、ちょっと待ってくださいよと。90万持ってこいは言いましたよと。でも、けじめつけるとか、そんなこと一切言ってないと。そしたら、え、そうなのと。そんな話出てないのつって。そんなんねと。自分も、今は仇ですよと。けじめつきやんかいとか、そんなこと言うわけないと。そしたら、その電話かけていた人も、びっくりしてるんですよ。話が違いすぎると。90万は言ったと。でも、他の話はそんなこと言ってないと。関東から出て行けとかね、けじめつけとか指外せとか、そんなこと言われたって言ってるわけなんですよ。それで自分もねと、ゲーム屋の店長をしてたような人間、その人間がゲーム屋の店長してたんですよ、元嫁の今の男ね。その時にあるね、関東の組織の人にスカウトされてヤクザデビューしてるんですよ。それで十数年間まあヤクザしてたんですけど、仇になったんですよ。まあ、いろんなことがあってね。その時に、自分らは知り合ってるんですよ。だから、付き合いは結構、20年以上あるんですよ。その人間ともね。
でもそんなね、ゲーム屋のね、店長してて、おい、タバコやとかね、おい、コーヒー持ってこいとかね、昨日今日役出したようなね、人間に言われて、はい、お待たせしました言ってね、雇った人間なんですよ。そのね、職業をね、どうのこうの、そんなんじゃないですよ。でも、ここは怒るとこやろうと。ここは、何してくれとんねんと。怒るようなとこでもね、すいません、やめてくださいよ、やめてくださいよ、とかね。まあそんな感じの人間だったんですよ。そのゲーム屋の店長してるときね。それでね、その電話かけてきた人が、今日の夜、連れて行くわと。ポンちゃんとお前連れて行くから、いい話仕上げてくれと。まあそんなこと言ってきたんですよ。自分はその電話かけてきた人のことは好きなんですよ。いい人なんですよ。もう昔から知ってるしね。それで、まあその人の顔もあるからね、お前こらとか我こらとか、そんな言う気はないんですよ。でもまあちょっと言いたいこともあるなと、正直に思ってるんですよ。それで、まっちゃんと友達ね、その3人で、自分は行こうと思ってるんですよ。それで向こうは、その元嫁が来るかどうかはわかんないですよ。元嫁の今の男ね。それと、その今日電話かけてきた人と。まあもしかしたら他誰か来るかもわかんないですけどね。それでまあ会ってちょっと話しようと思ってます。でも、まあその人の顔もあるからね、さっきも言ったように、きついことは言うつもりないんですけど、恥を知れ恥をとね、それは言ってやりたいですね。知り合いの元女房を行くようなね、命畜生。自分はそう思ってるんですよ。だからね、恥を知れ恥をと言ってやろうと思っています。はい。今日は一つの笑いもなくて申し訳ありません。ということで、今日はこの辺にしたいと思います。